はいどうも、妖怪ウォッチプニプニ、今回もやっていきます。3赤使った無課金攻略、今回はね、ホロライブコラボイベントで無課金攻略にはね必要な元気ドリンクのね入手方法について話をしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。一応ね、ホロライブコラボね、今まで2回やったんですけど、2回ともね、第1回はマリンかな、で第2回はトワさんがね、おはじきとかゴルフのボスだったんですけど、おはじきだったかな、当時は。一応両方ともね3赤ゲットしてまして、まあそのためにもね、今回だと誰でしたっけ、水星さんね、はい、こちらもねゲットできるように頑張りたいんですが、元気ドリンクのね入手方法はいくつかあって、それねちょっと話していきたいと思います。一応交換できるのが1個、勝利ご褒美でもう1個で、 Y ポイント交換でね、あここに桜美子いるか、 Y ポイント交換で7個交換できて、この画面だけではね、9個交換できます。いいねこれ、 S の書あるんだ、これいいね。水着、うわ高え、高いけどあった方がいいな。金で解決ってやつか。で、7個。はい。なんで、ここでね、9個ゲットできて。で、あとね、今回はなんと、いつもより奮発してますね。ミッションで、ホロハートを送るで、ここでね、元気ドリンクをゲットできて、いつもより1個多いです。なんで、ホロハートを送るをね、頑張るのいいと思います。これどうなんだろう、もうないのかな、3個。ホロハートは、でも Y ポイントとかね、スキルもらえるんで、一生懸命ね、ホロハート集めるといいと思いますが、元気ドリンクはね、1個みたいですね。はい。で、あとは、ログインボーナスですね。うん。で、ここで、1個ね、あ、2個じゃないんだ。なんかいつもね、ここで2個もらえるんですよ。だから1個増えたら1個減るって感じで。なんで9個と10個で11個だね。11個。なんだ、ミッションが増えた分、スタンプ減らされちゃいましたね。なんで、11個はね、Y ポイント交換や、ドロップなしでもね、ゲットできて。あとはね、なんか前回すごい横取りチケットはドロップしたみたいですけど、私は2枚だけだったんですけど、これか、ワクワクボックスね、こちらでもねゲットできますね。で、私はねまだねこれ3個以上落ちたことがないので、まあ来て1個2個来たらラッキーぐらいに思った方がいいっていつも言ってるんですけど、まあなんかね前回横取りチケットたくさん落ちた人もいるみたいなんですが、一応私は自分は来てないので、まあ一応傾向としては同じぐらい、1個は来るだろう、2個来たら超ラッキーみたいな、まあそれぐらい思っとけばいいのかなと思ってます。そしてなんといってもドロップですね。ドロップについては、よいしょ、ホロハートがね、ボス倒したり、あとはなんだっけ、自分の倒すとねゲットできますね。でここでドロップで1個2個2個って感じかな。はい、あ、コマミがいた。コマミゲットしちゃおう。という感じでね、まあ今回お正月でね、まあフレンドさんも割と稼働はしてると思うので、まあたくさんね、ゲットしていきたいと思います。なんで1個はミッションでゲットしたんで、ドロップはね、2個ですね。じゃあちょっと今後の進め方言う前に、他のアカウントの進捗を先にお見せしますね。これメインアカウントで、じゃあ次2番目のアカウントをお見せします。はい、これ2番目のアカウントで、10回の0個ですね。で4回まで行ってて、まだ元気ドリンク0個で、よいしょ、ホロハートはねボス戦とかゴルフで自分の時に落ちますね。自分のを倒せたら。元気ドリンク1個。あ、このアカウントまだ1個か。あ、冬にゃんがいるな。これ本当は限界突破したかったけど、まあいいや。
はい、でこのアカウントサブアカで、おはじきとかねゴルフの元気ドリンクイベントの時だけ稼働してるって感じですね。1個ドロップで、これミッションもね、1個ドロップですね。はい、2個になってます。で一応ホロライブコラボはねトワちゃんがちゃんといて、あ、これでよいしょ、マリンどこだ、こっちにした方がいいかな。そう、横取り、あ、横取りじゃねえ、元気ドリンクイベントだけやってて、マリンもちゃんと、はい、ゲットして、過去2回はね、無課金攻略できてるって感じですかね。はい、じゃあ3番目のアカウントいきましょう。1個ドロップか。はい、これ3番目のアカウントで、3番目のアカウントもまだ10回で、元気ドリンク1個、あ、これね、ワクワクボックスで来たわ。早速1回来ましたね。ワクワクボックスで、まだ交換とかはしてなくて、1個ドロップ。そう、ワクワクボックス、1回来ましたね。で、2個目。あ、まだ2個か。はい。なんで、よいしょ。だから2個1個2個の5個ね、ドロップなんで、まあ序盤としてはまあまあじゃないですか。はい、これが15日間ね5個ドロップしたら75個ドロップするので、はい、そんな感じ。はい、2個ドロップですね。であとそうだ、ミッションでもドロップしてて、これねホロハートもらって、であとこのアカウントも普段は使ってないんだけど、やっぱり元気ドリンクイベントの時だけは動いてて、このアカウントもねとわちゃんと、うん、桜美子じゃなくてマリンはねいるので、はい、過去2回はね無課金攻略できてるという感じですね。であとそうだ、コメント欄のね一番上とかで募集してるんですけど、よろしかったらね、あのこれ超でかいねあの友達召喚キャンペーンね、よろしくお願いします。ということで、はい、一応進捗はこんな感じですね。まだ特攻はメイン赤だけかな。はい、じゃあメイン戻りましょう。一応サブアカはこんな感じ。はい、メイン戻ってきました。で一応ね元気ドリンクの入手方法についてなんですが、まあ、いつも言ってんですけどね、あのドロップについては私いつもやってんのが、まあ、あとねこれまだね1200とか倒しやすいんですけど、後半になったらねあのヒットポイント1万5000ぐらいになるのかな。で一応今回は小特攻がね多いんですよね。なのでただ中特攻ないのがね、大特攻は課金妖怪なんで知らぬいさんとか、ただ S ランクも一応ね特攻あるので、まあ正直ねこのイベントから始めた人でこの小特攻たちも持ってない人はねマップ周回して、はい、ダメージね出せるようにするといいのかも、いいと思います。ただちょっと火力が前回より全然低いですね。なんでやってくれたなって感じなんですけど、まあねもうあのシンプルにお助けしましょうって感じですね。一応ジバニャンが特にアドバイスなんですけど、まあ、わざとスキルのレベルが重要らしいので、まあ初心者の人はねなんとかあのマップ1の方で周回してね、S ランクですけど特攻を増やして頑張るっていうねそんな感じがまず1個なんですけど、一応ね私のやり方としてはこれねゴルフの場合はおはじきの場合はね同じ相手で落ちにくいんですけど、あおはじきの場合は同じ相手、例えば自分のサブアカばっかお助けしたらおはじきだと1回目は落ちても2回目落ちづらいんですけど、ゴルフはねまあまあ落ちるって感じがあります。なのでまあ特に気にせずガンガンお助けするっていう感じですね。なので今私は自分がお助けする人いなかったら自分のをやるみたいな感じで進めてます。でただまあとはいえ元気ドリンクドロップの基本はいろんな人にお助けしていろんな人に助けてもらうっていうのがいいので、
これね、1500ぐらいだったら簡単、あ、1200か。1200ぐらいだったら簡単に倒せるので、まあ、置いといてね、できたら倒してくれたら嬉しいなっていうね。そんな感じでやるといいと思います。で、あとね、結構重要なのが、とどめを刺すなんだよね。まあ、1500だと、1200だと、まあ、一気にとどめ刺せると思うんですけど、はい。とどめを刺すと結構私はドロップしやすいので、いろんな人を助ける、いろんな人に助けてもらう、とどめを刺す。この3つを、私は基本的にやって、いつもね、大体ね、一応ね、前回あんま落ちなくなって、前回は3赤で60個ドロップ。で、第1回の時は74個か2個ドロップ。一応ね、コメント欄の一番上に、過去の、ドロップ数とか、今後の、履歴とかは一応掲載をするので、まあ、参考、もし参考にね、するなら見ていただきたいんですけど、うん。なんで、まあ、お正月でしかもコラボだからね、コラボってね、普通のイベントより落ちやすいはずなので、ガシャもね、普通のイベントより出やすいんですけど、なので、ちょっと期待、今んとこね、2個、ちょっとね、配布分、配れる分は11個って変わってないんですけど、うん。ドロップはとりあえずね、序盤、午前中はとりあえず、ね、5個かな ?221 の5個ドロップしたので、はい、ちょっと今回はね、期待したいなと思っておりますんで、はい、とにかく、いろんな人をお助けする、いろんな人に助けてもらう、そして、とどめを刺すとね、はい、そんな感じでやるといいと思います。まあ一応ね、こっちの水星の方が落ちやすいんですけど、まあ、数をこなせるのは断然こっちのね、桜巫女の方なんで、もうどんどん気にせずね、で、水星やってる人がいたら、あ、やってるな、つってそれをね、ちょっとでもいいので削ると良いと思います。という感じで、はい、そんな感じでとりあえず、毎回60個ぐらいドロップしてるので、今回もそれで頑張っていければなと思っております。で、後半になったら、この辺のヒットポイント高くなるので、私がいつもやってるのは、自分の3赤ね、自分の3赤1人のフレンドさんと友達になって、トリプルアタックでね、お助けすると。そうすると、ね、一発じゃ倒せなくても、自分のサバカ使った3発やればね、助ける機会の失敗がないので、お助け機会成功っていうか、お助け機会損失がないのでね、はい。そんな感じで頑張って。とりあえずね、なんか、午前中は割と落ちたんで、うん。この調子で頑張れたらと思ってます。あとね、前も言ったんですけど、これ、よろしくねって感じで、もうそれでなんとか頑張るしかないっていう感じですかね。はい、なんで、今回もね、ちょっと、なんか多いんだよね。何この勝利回数15回って。今まで多くて12回だったのに、なんか増えてんだよね。なので、ちょっと、増えてるからには、なんとなく元気ドリンク落ちそうな気もするので、はい、なんか、ちょっと頑張ってね。いけるところは頑張っていきたいと思います。ちょっとね、こういうね、解約というか、なんか嫌なことが起こった時には、結構ね、そう、元気ドリンク落ちやすいっていうね、なんかその辺運営も考えてくれるので、ちょっとそこは期待しつつも、はい、頑張っていきたいと思います。はい、じゃあ今回はこんな感じで最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、またお会いしましょう。さよなら。お助けするぜ。